Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 22e épisode sur FF Origins Stranger Paradise. Donc, mission obligatoire, retourner à Cornelia, c'est parti. だお城はどうなってるのかしら。アストスとの約束だ、行こう。みんなも思い出したか。あっべりどん、せぼえでうぐモンスタ。Alors, on va faire ce que je voulais faire avant le boss, passer en mode chevalier.Regardez s'il y a mieux. Non, ça ne va pas changer ce niveau-là. Niveau de l'armure, c'est... les gants, toujours pa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 s. Ah oui, ça c'est bon. Bon, pas mieux au niveau des gants. Ouais, on gagne de la force. Ça c'est mieux.Ouais, sage, ça a vraiment l'air d'être super comme classe. Donner beaucoup de sagesse. Ok, c'est parti.
Oh! Boonies. Un peu partout. Pas oublié de démonter mes objets. Je comprends pas, pourquoi il lance pas le combo là. L'entrée, j'ai fait le tour. Ici,
pris des dégâts. Mes alliés, ils ont pris de potions. Oh, les gardes se sont fait allumer. Oh, le roi, la reine. セラ姫はここにはいないようだ。王と王妃、大臣は民の説得のために外に出ました。お二人を見ましたか？ご無事でしょうか？いや、残念だが。ジャック様、私にできることはありますか？町は感情が渦巻く場所だ。闇と感情が結びつくとカオスが生まれる。そう考えるとこの世界で最も危険なのはこの町ということになる。町を離れろとおっしゃるのですか？それはできません。私たち王家の者はこの町に残る義務があります。あなたたちがカオスになるわよ。私たちはそんなこと望んでいないの。それが定めなら仕方がありません。うん、お姉様、外に出たら起こしてやれ。逃げるしかない状況になればザレ言は言わないだろう。分かった。セイラとミアの護衛は任せる。俺が道を切り開く。後からついてこい。Je suis tout seul. Eh oui, je suis tout seul. Ok, bon. Il faut juste quitter la ville, il faut pas tuer tout le monde. Oh mon dieu. Antara ga Crystal o kaihou suru kara konna koto ni nattan daro. Ah, sono tori da. Omae ra no sei da zo. Nani ga Hikari no senshi da. Yappari Chaos no teshita nan daro. Dattara dou suru? Koko de shinitai nara shine. Ikinoritakereba ore no nakama to issho ni koi.
Alors, est-ce qu'on a tiré quelques-uns? Je peux les avoir 6 sur moi. Ah merde! J'aurais dû m'occuper de l'astico en premier. Fais-toi pas péter comme une merde! M'énerve ça, je suis en train de faire une technique qui me compte. Si j'utilisais le bon bouton pour la garde.
J'espère au moins y a un cube. から来る仲間に合流しろ。ありがとうございます。ほどなく出口から守りきるぞ。ウィッシュ、セシュアン。Mieux comme ça. ああするしかなかった。一人戦うあなたの背中を見て気がつきました。私は間違っていたのだと。私とミアはこの混沌とした世の希望の光となって生き続けるべきですよね。それが王家に生まれた者の務めなのだと思い直しました。うん、お姉様を支え皆さんの希望の光として生き続けます。皆さん頑張りましょう。力を合わせてこの苦難を乗り越えましょう。希望を捨てちゃいけないわよ。外を見てくる。俺たちも行こう。セーラ様がいれば方々がいるんだ。外はこれまでとほとんど変わらないな。どこへ行く？提案だが、プラボカはどうだ。今はほとんど無人のはず。ああ、明暗だ。ネオン、ソフィアたちを呼んでこい。うん。セーラ姫たちはあそこまで歩けるかな。ジャック、来て、早く。Oh là là. Ah, je suis encore tout seul. Encore plus mal maintenant que j'ai monté mes skills de classe.
ラ姫。Ça va sûrement débloquer Paladin. この装置ごとお貸ししましょうか。いいえ、もう覚えてしまいました。この曲をリュートで弾けるように工夫しますね。完成したら聞いてくださいますか。私はよそ者です。ほどなくどこかへ行ってしまいます。そして姫は忘れてしまうでしょう。忘れるものですか。随分な自信ですね。初めての恋は忘れないと聞いています。まだお名前を聞いていません。ジャックです。もちろん知っています。仮名を。ああ、ガーランドです。私はジャック・ガーランド。ジャック・ガーランド様。どうかご無事で、クリスタルの祝福がありますように。セーラ様、これをお持ちください。これは大切なものですよね。触れることも許してくださらなかったのに。仲間の一人が私に言ったのです。何か思い切ったことをしないとこの世界は何も変わらないと。変わりましたか、ガーランド様。また傷が増えて。分かったでしょう。ルフェインが世界を歪ませ、ストレンジャーが光と闇の調整弁になっています。しかし均衡が崩れれば彼らは世界を再創生してしまうのです。コーネリアの文明も命も彼らには関係ない。何を言っている、アストス。導いているんですよ。彼らにはカオスを制御できない。だからこそそこにチャンスがある。この話をするのは三度目です。あなたが言い出したことですよ。記憶は感情の拠り所だ。感情の起伏はいとも簡単に君を魔物に変えてしまうだろう。カオスになれば帰還を諦めてもらうしかない。ベテランは貴重だ。次も帰ってこい。混沌の闇は我々が排出する物質だが、強い負の感情と結合すればカオスとなる。記憶の操作で感情を制御する技術は進んでいるが、カオスになれば制御不能だ。不確定要素は恐ろしい。今がその時だと思う。うん。
賛成。あとはジャックに託しましょう。じゃあ最後の仕上げと行こう。王家の悲劇は誤算だったが、でも今回は楽しかったな。ジャック、感情に身を任せろ。闇の中を生きなさい。ルフェイン人が最も恐れるのは制御不能のカオス。ん？何をする！On doit buter nos compagnons, donc mieux tu les équipes, plus ils sont forts. Ouais, c'est des combats à mort, ils n'ont pas de points de vie.上手に導いてくれた。初めてみんなが生きてここまで来た。あとはあんたが闇を支配できれば。闇に打ち勝つんだジャック。闇は敵だ。どんな姿でも。ああああああジャック失望させないで。ふざけるな。この程度ならここで死んでしまえ。さすがジャック、やっぱり強いよ。あんた力をぶつけなさい。さもないとここで死ぬわよ。お前もか。なぜだ。さすがジャック、一筋縄じゃいかないな。本当ね。でももう失敗はこりごり。先に行って待ってるわ。あとはお願い。どうして俺は。あれはやり遂げた。誇らしいよ。ああ倒す。それが俺の使命だ。俺も。ああ、俺も同じだ。ダメだ。あのさ、ジャックが怒るかもしれないけど、俺は黙っていられない性分だからさ。私はソフィア、よろしく。風よ、クリスタルが復活するわ。この世、暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。すごいな。見たか、あの戦いぶり。まさにジャック。ああ、ジャックだ。やっと巡ってきた。何が。戻すな。忘れさせてくれ。
頼む。やめてくれ。回収ポイントは毎回変えることになっていますが、ここだけの話、ほぼ毎回このカオス神殿ですね。導いてくれるんだな、カオス神殿に。Ok, la mission est finie, et donc là, on a la dernière mission. Oui, il dit que j'ai un niveau 87 d'équipement. Un niveau 114. Chevalier du néant et paladin de ce côté-là, il va falloir monter plus de niveau que ça. Donc là, on se retrouve tout seul à 100%. Ah, ok, c'est pour ça qu'il dit que je suis... Ok, je mette genre la giga H. Remarque que je pourrais remettre la classe de soigneur en deuxième, puisque j'aime beaucoup le chevalier en fait. C'est vraiment mal. Je m'en fous que ce soit équipé à hache. Il est plus là. Bon, les gants, ça a pas changé. C'est toujours le même problème, sauf que je l'ai monté en niveau. Ok, bon, oups. Alors là, j'ai pas mieux comme épée. Je pense que j'ai pas de mieux de rien là-dessus. Bon, la forge. Désassembler et hop. On va se faire un plaisir d'aller au moins jusqu'à 100. Voilà, hop. Jeter ce qui n'est pas utilisé. Bon, je pourrais même jeter ce qui est utilisé parce que c'est des vieilles affaires. Ok, on va aller jusque... Ouais, jusque là. Hop. Et voilà. Donc, on a libéré comme 300 places. Ah mon dieu, je peux encore... En... Ok, bon, améliorer le niveau d'un équipement. Et les gants. Quand même 112. Ah non, c'est ceux-là qui sont 85. Voilà, et y avait-tu autre chose à améliorer ?
89, 87. Ok, 110. Ok. J'ai plus de fragments d'anima, déjà? Ah, je les ai tous dépensés. Ok, bon, on s'arrête là pour cet épisode. Il y aura eu quelques montages. Je vais avoir coupé mes coups de gueule où je crie comme un con. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. Et n'hésite pas à partager la chaîne avec tes amis. Quant à moi, et à mettre un commentaire aussi. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao! Bye bye!